右手を1センチ上に。はい、バットの進入角度が悪いのか。最初の構えの時5ミリだけ両腕を後ろに引いてもらえます？こうですか。うん。それから踏み込む時の足のため、あと1秒だけ我慢してみてください。あ、ピンときました？はい。芝、打ってみるか。はい。お願いします。おお、柵越えかよ。しかも連発。ちょっと直しただけであれって。若ちゃん、俺のフォームを見てくれよ。あ、ずりーぞ俺だって。落ち着いて、順番に見ますから。はいはい。あ、松本先生。若王子先生、私の仕事を取るつもりですか？いえ、そんなつもりは毛頭。さっきラクロス部の佐藤先生も泣いてましたよ。忘れがちなようですが、あなたは陸上部の顧問なんですから。そうですよね、すいません、つい忘れてしまって。若王子先生、ありがとうございました。どういたしまして。けどまだちょっとためが弱いみたいだ。まだまだだな、俺は。そんなことないです、復帰したばかりにしては立派なもんですよ。ありがとうございます。ミートポイントが少し遠いから、もっと体の近くに持っていくといい。そうですね、引き手の片手素振りはやってる？はい。後ろの手の片手素振りは？いや、それは。これからはメニューに組み込むといいですよ。そうすることで。若王子先生。あ、あは、あはははすいません、ついつい。それじゃあ僕はこの辺で。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。まったく。よし、じゃあ整列。マジですっげえな、若王子先生。なんで陸上部の顧問なんかやってんだろうな。忘れるくらいなんだし、大方押し付けられたんじゃねえの。ありえる。ってことは将来的に野球部の顧問って道も。あ、いや、それはやめてもらおうぜ。今度は野球部の顧問ってこと忘れて、陸上部でアドバイスとかし始めそうだし。言えてるなそれ。それ。整列。ときめきメモリアル、ガールズサイド、セカンドキス、チャプター4、芝克美。お疲れ様でした。ウェイ、青春高校球児。何しに来た？あ、冷てえの。幼なじみが頑張ってるかどうか見に来てやったのに。大きなお世話だ。そういうこと言ってっと後悔するぞ。どういう意味だ？伝言預かってきた。アンネリーでバイト中の可愛い後輩から。なんて。ほらな、後悔したろ。うるさい、早くしろ。まったく、勝美くんは素直じゃないね。分かったから睨むなって。なんでもスコアブックを忘れたらしい。でバイト終わったら取りに行くっていうから、それなら配達のついでに俺が取ってきてやろうって話をしてな。それが俺と何の関係がある？まあ聞けって。安請け合いしたのはいいんだが、あいつの上がる時間までには戻れそうもなくてな。どうしようかなと思ってたらお前がいたってわけだ。俺は使いっ走りか。優しいだろう。明日の休みにこないだの日曜に負けた相手チームの分析するんだってよ。いいマネージャーで幸せだな、野球部員としても。じゃ頼んだぞ。あいつ今日は7時上がりだから、それまでには行ってってくれ。お前が持ってくって連絡しとくから。じゃあな。おせっかいなやつ。いらっしゃいませ。おお、シュボヤン、いらっしゃい。ご苦労。でいきなりそれはないんちゃう？もうちょっとアイスよく対応しや。無理だ。即答って。まあええわ、勘弁しといたるわ。で、どれよ。ここ、この真ん中のやつ見たことがない。
おう、お目が高い。さすが花学随一のアナスタシア常連さんやわ。ほれ、今週出たばかりの新作やね。めっちゃおすすめでな。私なんかもう10個は食べたで。西本。ごめんごめん。ちょっと待ってや。はいな、こちらでよろしいですか？ああ。ご自宅よ？それともお土産？土産。いいよ。ほんならお会計はあちらで。包んどくから行ってきや。ありがとう。また来てや。おい。友達外に待たせてたんか。一緒に入ってくればよかったのに。どうしたの、西本ちゃん。外に誰かいるの？あ、今外におるでかいの同じ学校の友達やねんけどな。外で友達待たせてたんやったら一緒に入ってくればええのにって思って。あ、黒木だ。え、なになに、知り合いなん？知り合いっていうか、うちの高校の野球部のやつなんだけど。へえ。じゃあシバヤンとは友達なんかな？それはないと思うよ。なんで？うちの野球部めちゃくちゃ素行悪くて廃部になりそうなんだよね。え、そうなん？羽学でも揉めてるはずだよ。この間危険球投げまくって、顧問の先生の言うこと全然聞かなくて大変だったって言ってた。ああ、その話聞いた。友達が野球部でマネージャーやってて。ああ、西本ちゃんの友達襟つかまれてるよ。やばいんじゃ。え、ああ、あかん。待った。なんだこいつ。あんたこそなんやねん、その手は。話しよう。用があるのは俺だろ。心配ない、仕事に戻れ。これだけ頼む。届け先はアンネリだ。でも必ず行くからって伝えてくれ、あいつに。いつまで話してやがる。さっさと歩け。部活頑張ってるらしいな。どうなんだよ調子は。悪くない。まさかこのまま続けるつもりじゃねえよな。そのつもりだ。ふざけんな。お前を見るとあの試合の時に殴られたここが痛くて球が投げられなくなるんだよ。その償いがまだ終わってねえのに復帰だ。お前が試合中にやったことは今でも許せない。は？てめえ、何様のつもりだ？だからといって、お前を殴っていいことにはならない。そのことは謝らせてくれ。悪かった。聞こえません。あの時は悪かった。すまない。頭を下げられたくらいじゃこの痛みは取れねえ。ああ、どうすれば気が晴れる。復帰は取り消せ。てめえがグラウンドからいなくなれば。それは無理だ。あ？俺は野球をやめない。この先何があっても二度とやめるつもりはない。再起不能な怪我を負ったりしてもか？そうだ。へえ。なら試してやるよ。なんだてめえは。通りすがりの羽学教師です。先生、なんでここに。拳で解決なんて今の時代流行りません。そうですね、ダーツで勝負するのはいかがでしょう。ふざけんな。羽学の先行だかなんだか知らねえが、邪魔すんだったらてめえもぶっ飛ばすぞ。それは困ります、先生痛いの苦手なんです。話がわかる先行で助かるぜ。それはよかった、
でも話のわからない通りすがりのお花屋さんもいるんだな。これがなあ、やっと出て話せ。話し合いができるってんなら話してやってもいいぞ。これ以上俺の弟に手を挙げられるのは勘弁にならないんでな。勝手に弟にするな。なんだ、喋れたのか。当たり前だ元春。はいはい、話せばいいんだろうてね。くそ、応援なんか呼びやがって。とんだチキン野郎だな、シマ。ああ、こいつの名誉のために言っとくと、本当に通りすがりなんだわ。バーカ、誰が信じるか、そんなもん。あ、まさきくん、カチン。ピンポンです。マジで通りかかっただけだから、俺らはここで。そうですね、お話の邪魔でしょうから。てめえら、なめてんじゃねえぞ。落ち着きなさい、黒木くん。なんで俺の名前を。先生の洞察力をなめてんじゃねえぞってことです。久々に見たその温度差攻撃、怖え。じゃ行きましょうか、まさきくん。おう、かずみ、土手んとこに車止めてあっから終わったら来いな。俺からはもう言うことは何もない。さっき言ったこと、あれが全てだ。どうあっても野球はやめねえって。ああ、こんな青臭い芝居には付き合ってらんねえわ。マジでしらけた。続きはてめえ一人でやってろよ、バーカ。野球だろうがなんだろうが勝手にしろ。まあせいぜいお大事に。サンキュー。ちゃん、シバヤン来たで。やや、痛そうな顔してますね。うん、1、2発いいのもらったんじゃねえの。西本、行かなかったのか、アンネリ。行けるか、アホ。私、隠し事得意やないし、もしバレたら、あの子がめっちゃ心配するやんか。そうだな。たまたま、若ちゃんとおて一緒に探してもろて、その後、配達中のアンネリーの車を見かけたからよかったようなものの、あんたも、あの子のこと、その、大切なんやったら、こんなこと二度としたらあかんで。はい、このケーキは、あんたが真心込めて自分でお届けしや。わかった。西本、若王子先生、すまなかった。いえいえ、私らより花ちゃんに謝らなあかんで。その花ちゃんっていうのはなんだ。花屋の兄ちゃんで花ちゃん、ええネーミングやろ。止まるな。っていうか、そんなことはどうでもええねん。ほんまに気にしてはったんやでな、若ちゃん。うん、柴くんと正樹くんは幼なじみなんだってね。僕らにはわからない何かがまさきくんの感情にあるのかもしれない。外にいますから、二人で話すといい。はい。お前に何かあると、非常に動揺しそうな店員がうちに一人いる。時間過ぎてもまだ来ないお前のことを多分今も心配してる。お前にとってあいつが大事なように、俺にとっても可愛い妹分なんだ。心配かけてやるな。わかった。あと、おやさんとおふくろさんにもな。一人息子なんだから。それはお前もだろ。まあな。けど、俺はお前ほど浮き沈みねえから。あ、いい意味での浮き沈みってことだからな。勘違いすんなよ。まあ、でも今回のことは良かったんじゃねえか。ずっと引っかかってたんだろ。よかったな、キャリアついて。俺も一安心だ。ガキ扱いするな。
俺の中じゃいつまで経ってもガキだ。兄ちゃんは心配なんだよ。誰が兄ちゃんだ。お前なんか幼馴染で十分だ。サンキュー。どういたしゃして。さてと。お待たせ、お二人さん。かなちゃん、店まで送ってや。おお、そのつもりだぞ。で、帰りに一緒にアンネリー行ってケーキ食わせてもらえ。ちゃうね、私何も言わんで出てきてしもてんやんか。どうしよう、店長に叱られる。西本さん、先生がちゃんとフォローするから心配いりません。ほんまに？よかった、ありがとう。あ、でも若ちゃん一人で信用してもらえるやろか。いざとなったら俺もいるから。そっちの店長とは顔なじみだし、事情を説明すれば大丈夫だろう。あ、そっか、めっちゃ心強いわ。よろしゅうな。二人ともあんまりです。けど花ちゃんもヤバいんとちゃうん？配達の途中って言ってたよね。ん？あ、そうだった、ヤバい、有沢に怒られる。じゃあまずはアナスタシアで全員降りて店長に挨拶。そこで若ちゃんと西本がケーキを買い足してる間に配達を俺と和美で完了させて、その後アンネリーに合流で、アンネリー従業員一同とケーキを食う。意義はなし。なしです。配達よし、出発。俺は一人じゃない。また何かあったら今日のことを思い出そう。その度に強くなれる気がするから。